も速度を落として運転をいたします。そのため京都駅の到着、新大阪駅の到着は約45分遅れての到着を見込んでおります。京都新大阪へは約45分お急ぎのところ列車遅れましてご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。